自衛隊は、日本の行政機関の一つ。自衛隊のうちの陸上部門にあたる、防衛省の特別の機関の総称である。日本語略称は、陸自。諸外国からは、ジャパニーズアーミーに相当する語で表現されることがある。自衛隊で用いられている内閣総理大臣機、陸上幕僚幹部並びに統合幕僚長及び、陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関から、なる。 各部隊及び各機関は防衛省の特別の機関である。自衛隊法の規定によれば、主として陸において行動し、日本の平和と独立を保つため、直接及び間接の侵略に対する防衛を行うことを主任務とし、また必要に応じて公共の秩序の維持にあたるものとされる。主に陸上自衛官で構成され、その最上級者は幕僚機関である。 陸上幕僚幹部を統括する陸上幕僚長である。他国からは陸軍とみなされている。平成28年度以降に関わる防衛計画の対抗では、常備自衛官15万875人と、即応予備自衛官8075人の合計15万8950人、戦車約400両、下砲約400門と定数が設定されている。 2020年3月末時点での陸上自衛隊の核装備の保有数は、戦車570両、装甲車990両、降車機関砲50両、ロケット弾発射機など60機、野戦砲380門、迫撃砲1100門、無反動砲2600門である。駐屯地の数は158である。令和2年度末の人員は、 常備自衛官15万695名、即応予備自衛官は7981名で、年間平均人員は約14万347名である。令和2年度の陸上自衛隊の予算は約1兆8170億円である。シンボルマークは日本列島を守るように抱える緑色の両手、キャッチコピーは守りたい人がいる。 防衛省陸上幕僚幹部の入る一ヶ谷地区、A ムネ山林での戦闘訓練設限での、アメリカ海兵隊との合同訓練前、教習揚陸艦ペリリュー航空企画のお看板で、訓練中の西部方面普通科連隊、第二中隊の小銃手アメリカ陸軍、ラニーミード級汎用揚陸艇に乗船する、陸上自衛隊車両陸上自衛隊音楽家、第十二音楽隊陸上自衛隊、 総体70周年度ご詳細は、警察予備隊及び保安隊を参照1945年8月に日本は、ポツダム宣言を受諾。ポツダム宣言第9条に基づき第2本、帝国陸軍及び第2本帝国海軍は解体され、代わって日本の防衛は、アメリカ軍を中心とする GHQ 新中軍が担っていた。1950年6月に、 朝鮮戦争が勃発し、在日米軍の大半が朝鮮半島に出動したことで、日本防衛について空白が生まれたため、ダグラス・マッカーサー元帥の所管により、国内の治安維持を目的として、同年8月に警察予備隊が創設された。1952年8月に保安庁が発足した。警察予備隊は海上警備隊及び、 海上保安庁航路警戒隊と共に保安庁令下に入り、それぞれ保安隊、警備隊に改組された。その後、順次防衛力の整備が進み、1954年7月1日に保安庁は防衛庁に保安隊及び警備隊は陸上自衛隊、海上自衛隊にそれぞれ改組され、新たに航空自衛隊が創設された。陸上自衛隊を所管する。 防衛庁は2007年1月9日に防衛省へと昇格した。警察予備隊創設当時の内閣総理大臣、吉田茂ルには、旧陸軍に対する反発があり、警察予備隊創設にあたって、国会で警察予備隊創設の目的は、国内の治安維持のためである。軍隊にあらずと答弁している。一方で、吉田茂義ルと地域である、 辰巳英栄一元陸軍中将が吉田の軍事顧問として陰で警察予備隊幹部人選に関与している。警察予備隊の総体総監の人選にあたって、服部拓リ郎元陸軍大佐を押す声が GHQ からもあったが、吉田や辰巳の反対もあり、旧内務官僚であった林慶三が当てられた。林は総体総監第一幕僚長として4年。 統合幕僚会議議長として、さらに10年の、計14年の長きにわたり、自衛隊の制服組トップに君臨した。各自衛隊は発足の経緯から、いずれも初代幕僚長に、旧内務省や旧停心省といった、官僚出身者を迎えたが、開示空事が、初代のみで終わったのに反し、陸自は、戦中派出身の陸上幕僚長19名のうち、 内務官僚出身者が5名もおり、陸自が内務軍閥と言われる元となった。しかし、下記のように続々と帝国陸軍の元現役将校たちが大量に復権し、警察予備隊及び保安隊の中核となっていき、現在の陸上自衛隊が作られていくことになる。1945年9月2日、幸福文書調印式に日本側代表団。 大本営前検随員として出席した陸軍大佐時代の杉田和嗣。第25軍参謀として太平洋戦争の発端となったマレー作戦に従軍し、以後は各地の軍、方面軍や大本営の参謀として、また参謀本部において多くの作戦指導に当たった杉田は後に陸上自衛隊第三代陸上幕僚長に就任する1 9五十年八月の 警察予備隊創設当初は、陸軍士官学校、陸軍航空士官学校出身の元現役将校の入隊は認められず、幹部は警察を含む内務省等の文官や、陸軍予備士官学校等出身の元予備役将校からなった。発足以後、やつぎばにアメリカ陸軍から様々な兵器の供与を受けたが、元より軍事知識に乏しい文官出身者や、 短期間の下級将校教育しか受けていない元予備役陸軍将校では部隊の指揮統率や兵器に関する教育は不可能であった。そのため指揮系統をより強固なものとすべく翌1951年6月には陸士、陸講師、第58期卒の元現役陸軍将校であったうちの245名が第一期間部候補生として入隊したが 58期生は陸軍少委任官が終戦直前であったために実務経験が乏しく期待されたほどの効果はなかった。このことから帝国陸軍において高度活長期間の軍事教育を受け実践経験も豊富な陸軍中佐以下の左官級元現役陸軍将校まで募集が拡大され同年10月1日には竹下正彦元陸軍中佐絹笠春 おす陸軍少佐や、極次郎元陸軍少佐などの四百五名の元佐官が、十二月五日には四百七名の元遺官が採用され、警察予備隊に合流した。当時は、陸軍大佐の入隊は認められなかったが、1 9 5二年七月十四日、保安庁保安隊への組織改編を前に、軍事的専門性をより高めるために陸士と陸軍大学校、または、 陸軍高校学校高等科を卒業し、陸軍省や参謀本部の中枢において、日中戦争や太平洋戦争の指導的立場にあった者を中心とする、元陸軍大佐10名と元海軍大佐1名の入隊が認められた。その11名の内訳は、杉山茂、杉田和嗣、岸本茂一、松谷誠、妹熊男、新宮洋太、高山信武、 細田博士、吉橋海さん、松田武史、桜義夫となる。同年同月には、天野義秀元陸軍中佐、吉江誠一元陸軍中佐が、さらに1955年10月には、陸軍中野学校に関係し情報戦や、心理戦を担当していた、藤原岩氏元陸軍中佐などが合流している。元軍人の警察予備隊入隊に際して、その階級は、 旧軍時代の最終階級に相当するものが与えられている。例として、元大佐である杉山や杉田は入隊と同時に、大佐相当の一等警察生となり、翌1953年に、少将相当の保安官補、さらに1954年7月の陸上自衛隊、発足時に陸将に承認し、いずれも数年後に陸上幕僚長に就任している。 1957年に初の防衛大学校出身の隊員が入隊して、以降、順次防衛大学校出身の幹部自衛官が増加していった。1986年3月に中村森尾陸将が退官したことにより、陸上自衛隊における旧陸軍出身者は解無となった。陸海空自衛隊最後の旧軍出身者は、 翌1987年12月に退官した、空自の森重弘当幕議長である。なお、旧陸軍軍人は、陸上自衛隊だけでなく、旧陸軍航空部隊出身者を中心に、航空自衛隊にも多数入隊しており、航空幕僚長就任者を旧軍の出身別に分けると、陸軍11名、海軍5名と、旧陸軍出身者が過半数を占め旧、 海軍出身者を上回っている。近年は災害派遣、海外派遣など活動範囲を広げ国内外で注目を集めている。また自衛隊そのものの活動ではないがカンボジアにおいて元陸自隊員の立ち上げたジャーマスが地雷不発弾処理を行い成果を上げている。アメリカ陸軍の陸軍再先人上級総長制度や 海上自衛隊の千人後調制度を参考に、2006年4月1日には、陸上幕僚幹部に、陸上自衛隊再千任上級総長を置いて、準陸医、陸僧階級の能力活用にも取り組んでいる。早期の海軍復活を目指す、旧海軍軍人主導で創設され、旧海軍の伝統を重んじる傾向にある、海上自衛隊とは違い、陸上自衛隊は、旧陸軍が、 旧海軍に比べ戦争責任が大きいと見られたことにより陸上自衛隊は旧陸軍との関係に神経を使っていたが実際には強い結びつきを持っていた陸上自衛隊の前身である警察予備隊は当初は旧軍人を排除して旧内務官僚が中心となって固められていた一方で旧軍幹部は様々な団体や機関を結成し 連合国軍最高司令官総司令部の G2 と連携して軍再建に向けて動いており、一部級軍人の追放解除と警察予備隊への入隊へと結実していた。1951年には陸士40機以上の中佐組を先頭に大量の元佐官と元遺官が入隊したほか、1952年7月には指揮、作戦、管理能力を評価され、 高級幹部要員として特別に推薦された11名の元大佐が入隊するに至った。これにより警察予備隊の幹部構成に重大な変化が生じたほか、元大佐組を筆頭として大量の旧陸軍将校が入隊したことにより、旧陸軍の不評争点、作戦用無礼、盗水参考などに代表される傭兵思想が流入することになった。 警察予備隊に入隊した旧陸軍将校は、アリス駅間や服部機関などの旧高級軍人の組織と密接な関係を持ち、旧陸軍将校団の結束も依然として固かった。旧陸軍の将官クラスも陸上自衛隊に関係しており、陸上自衛隊幹部学校の指揮幕僚課程における戦士授業として旧陸軍行動派のシンボル的存在であった。 荒木貞夫元陸軍大将が日露戦争の思い出と題する講義を行っていたほか、陸上自衛隊幹部学校の機関誌である、幹部学校記事1962年1月号に昭和37年人員の年を迎えてという記事を寄稿している。また、今村人志元陸軍大将、下村正史元陸軍大将、安田武雄元陸軍中将、 関春次元陸軍中将、沼田武蔵元陸軍中将が防衛庁顧問に就任している。旧陸軍の親睦組織である開港者は陸上自衛隊の行事を積極的に支援したほか、陸上自衛隊側も旧陸軍の召喚クラスを中東地裁に招待したり、戦士研究として講演を依頼していた。2001年には開港者への陸上自衛隊、 航空自衛隊の元幹部自衛官の正会員資格が認められ、正式入会が進んでいる。なお、開港者に相当する旧海軍の遂行者が戦後の再建時に水航海と解消したまま現在に至るのに対し、開港者は旧陸軍時代の名称を復活させている。陸上自衛隊のイラク派遣の際には、シュナジ地返事に旧陸軍が主に、 中国大陸で行っていた戦部工作が参考にされている。文化の面においても、陸上自衛隊の連隊機である自衛隊機は、旧陸軍の連隊機である軍機の衣装たる十六条曲実機をモチーフに八条曲実機に変更制定。事実上の陸上自衛隊のシンボルとし、後進局の一つとして、旧陸軍の後進局、官兵式分裂後進局を採用。 更新曲、不創化としていたが、近年では、陸軍分裂更新曲と故障発表している。また、太平洋戦争のパレンバン空挺作戦で、活躍した、旧陸軍第一挺信団の活躍を歌う軍歌「空の新兵は、第一空挺団がオリジナルの歌詞とともに受け継いでいる。ほか、富士総合火力演習や各地での演奏会行事にて、音楽隊により、旧陸軍の軍歌軍楽が、 盛んに演奏されている。なお、陸上自衛隊の第一空挺団及び中央音楽隊は戦後予備隊に入隊した旧陸軍将校を筆頭とする旧陸軍軍人によって創設発展されたものである。また、各職種の色は旧陸軍の兵科職に準じているほか、駐屯地が道と道府県である旧陸軍の部隊と、 陸上自衛隊の部隊同士の連隊番号も極力一致させている。例として、静岡の第34普通化連隊は、旧陸軍の不評第34連隊の対合及び、不評第34連隊第一大隊の君新立花の集太陸軍不評中佐にちなむ、立花連隊の名を継承するとともに、立花中佐の胸像や銅像を、いたずま中頓地内に再建している。 他、大阪の第37普通科連隊は、旧陸軍の不評第37連隊の隊号及び、同連隊が事実上の舞台マークとして使用していた、楠木正重の菊水門と菊水連隊の名を継承し、北海道の第11戦車隊は、占い、森島の戦いにおいて活躍し、北海道を守った旧陸軍の戦車第11連隊を検証し、栄光の 死根精神の伝統を継承する意味で1970年より、死根戦車大隊と自ら称し、公式の舞台マークとして、装備の90式戦車に死根の2文字を描いている。訓練中の陸上自衛隊と、アメリカ海兵隊陸上自衛隊は志願者のみで構成され、諸職種を持ち、隊員の指揮や技量、あるいは武器の性能は諸外国と比べても遜色がない。 ただし、人件費が割高であることに加え、その装備は輸出しないために少量生産であることが多く、世界屈指の調達費がかかっていると言われる。発足当初の陸上自衛隊は、1個方面隊及び4個管区隊、編成であった。武器は、米軍供与のものが中心であり、1960年代の戦車や小銃などの国産装備の採用まで、 この米軍供与の武器が主体である状態が続いた。方面隊はソビート連邦の脅威に対応するため北海道を管轄する北部方面隊のみをかれ、北部方面総幹部は札幌市に所在した。管区隊はアメリカ陸軍の不評師団を参考に編成された部隊で管区総幹部及び3個大隊からなる普通科連隊3個。 野戦法六門の中隊三個で編成される大隊四個と、対空大隊からなる特化連隊を機関とする、いわゆる三単位編成の手段であり、発足当時15,200名の人員を要していた。第一から第四管区隊まで編成され、第一管区総幹部は東京都、第二管区総幹部は北海道旭川市、第三管区総幹部は 兵庫県伊丹市第四艦区総幹部は福岡県筑紫郡春日町にそれぞれ置かれた。64式 7.62mm 小銃と銃剣で着剣捧げつつをする隊員昭和35年度末の実績では自衛官17万人、予備自衛官1万5千人、平時地域配備する部隊として6個艦区隊及び3個、混成団の体制が確立され、 上部組織として5個方面隊も整備された。その後も長らく自衛官、定数17万人前後は維持された。それに加えて、機動運用部隊としては、1個機械化混成団、1個戦車軍、1個特化団、1個空挺団、1個共同団が編成された。この1961年4月に61式戦車が正式採用され、 国産戦車の講師となる。1962年時の師団と、配置管区隊及び混成団は、1962年に師団編成となり、6個管区隊4個混成団が13個師団に改編された。各師団の定員7000名から9000名という規模は、諸外国の旅団程度となる。昭和十七年度末の実績では、自衛官十七万千五百人。 予備自衛官24000人、機関部隊として5個方面隊、13個師団、地対空誘導弾部隊2体の体制が確立された。ナイキエージャックスシステムの導入も行われたが、これは1964年から航空自衛隊へと移管された。この第二次防衛力整備計画の中で、1964年に64、式 7.62mm 小銃が採用された。 この小銃は1989年に89式 5.56mm 小銃が採用されるまで陸上自衛隊の主力小銃となっていた。昭和46年度末の実績では自衛官17万9千人、予備自衛官3万6千人、機関部隊として5個方面隊及び13個師団、砲区部隊4体の体制が確立された。1972年5月15日の 沖縄返還に伴い、平時地域配備する部隊として一個混成団が新たに設けられ、沖縄県への駐屯を開始した。長らく主力戦車の座にあった61式戦車であったが、この第4次防衛力整備計画中の1975年に生産終了となった。1981年時の師団等配置自衛隊、創設以来4次にわたる、 防衛力の整備計画を実施して、防衛力が一定の水準に達した。そこで、1977年以降は、防衛計画の対抗を定めて、それに基づいて防衛力を起立することになった。そして、1985年度以降は、対抗に基づいて5年ごとの中期、防衛力整備計画を実施してきた。1980年には、津島警備隊が編成された。 また、1981年には、四国地域警備のため、第13師団を改編し、第2混成団が編成されている。1990年8月6日に戦後第3、世代戦車となる90式戦車が正式化された。1992年に、国際連合平和維持活動等に対する協力に、関する法律が制定され、陸上自衛隊による海外における、 活動の都が開かれた。これを受けて、陸上自衛隊発の海外実任務となる自衛隊、カンボジア派遣が行われ、国際連合カンボジア暫定統治機構に、舞台参加している。概要、編集90式戦車1995年11月28日に、閣議決定された1996年度以降に、かかる防衛計画の対抗についてに基づく、冷戦終結に伴い、 ソビエト連邦軍による北海道への大規模な侵攻の可能性は減少し、従来の北方重視から軍備増強を続ける中国人民解放軍や朝鮮半島有事に備えての西方重視へと方針を変更することとなる。また、師団の一部及び混成団を旅団に改変することとなった。また、市街地戦闘訓練の充実。 日本の警察や地方公共団体と連携した防災訓練の推進なども行われた。編成定数は常備自衛官定員が14万5千人、即応予備自衛官が1万5千人の合計16万人とされる。機関部隊のうち、平時地域配備する部隊は8個士団及び6個旅団、機動運用する部隊は1個機構士団、1個空挺団及び1個ヘリコプター団、 地対空誘導弾部隊は8個校舎特化軍とされた。主要装備では、戦車は約900両、主要特化装備は約900門、両とされた。これに基づき、陸上自衛隊発となる旅団編成が1999年に発足した。ただし、もともと旅団規模でしかなかったものを、さらに縮小したため、実質的な規模や戦力は、 連帯内し連帯戦闘団程度となっている。中期防衛力整備計画、九百九十六年から二千年、編集中期防衛力整備計画に基づく改革は、比較的小規模であった。この段階では、十三個、師団二個混成団で、戦車約千二百両、火砲約千門が維持された。中期防衛力整備計画、二千一年から二千五年、編集当初、 この2001年の中期防衛力整備計画は2005年度末までを予定していたが2005年度から新しい防衛大綱が定められたことに伴い2004年度末で廃止された。機関部隊については陸上自衛隊については装備の近代化にも配慮しつつ新たに4個の手段及び2個の混成団について改編を実施する。 その際、一個の師団及び一個の混成団は旅団に改編するとともに、改編した師団及び旅団のそれぞれについて、その一部の部隊を即応性の高い予備自衛官を主体として編成するとされた。2004年度末時点で、10個、師団、3個、旅団、2個混成団の編成であった。2005年3月31日現在で、 陸上自衛隊の自衛官の定員は157,828人、原因は147,737人、充足率は93.6%で、定員削減の結果、充足率が非常に高くなっている。これは、部隊の即応性、機動性が高くなっていることを示している。ただ、機関部隊は、なお各士団、旅団、混成団に分散されていた。 この中期防衛力整備計画の下では、タイゲリラ戦重視から防衛庁長官、直轄部隊として、特殊作戦軍3月27日編成完結、西部方面総監直轄部隊として2002年に、編成が完結した、西部方面普通科連隊が新編された。また、2002年4月には国民に対する、総合的な広報施設として、朝霞中屯地に、 陸上自衛対抗法センターが開設された。概要、編集2006年9月18日会議を行う、陸上自衛官2004年12月10日に、安全保障会議決定、閣議決定された2005年度以降にかかる防衛計画の対抗についてに基づくもので、2005年4月以降が対象である。編成定数は、常備自衛官定員が14万8000人。 即応予備自衛官が7000人の合計15万5000人とされる。機関部隊のうち、平時地域配備する部隊は8個師団及び6個旅団、軌道運用する部隊は1個機構師団及び、中央即応集団、地対空誘導団部隊は8個校舎特化軍とする。主要装備では、戦車は約600両、主要特化装備は約600門、両とされた。 国際貢献や災害派遣など自衛隊の活動する場面が増えたことにより常備自衛官が3000人増員されたものの公務員の定員削減の一環として即応予備自衛官が半減されることとなった。また、機動運用する部隊では1個空挺団及び1個ヘリコプター団が記載されなくなり代わって中央即応集団が認められた。主要装備も 大規模な地上軍の進攻の危険性が大幅に減少し、むしろ軽装備の工作員または、テロリストの危険性が高まったことにより、大気光線重視を改め、正面装備を大幅に減少させた一方、速応力、機動性の向上を目指している。その一環として、コア部隊については、師団、旅団から方面隊直例に移管し、第一線部隊である師団、旅団のすべてを、 常備自衛官により充実させ、即応性を向上させた。演習で発砲する2 0 3ト、mm、ル榴弾砲庫の対抗に伴って、戦車や火砲といった着上陸進行対象向け装備の大幅削減、そして隊員の削減なども同時に行われている。例えば、戦車の保有数は2005年3月現在で980両で、あるが、防衛計画の対抗では、 これを600両程度まで削減することになっている。師団、旅団の体制、編集2005年度以降の防衛計画の対抗によると、師団及び旅団は大きく2つに分類された。対抗事態には明記はなく、下き定義は2006年度防衛白書による。即応近代化師団、旅団新たな脅威や多様な事態に迅速かつ効果的に対応し得るよう、戦車や 下方などの重装備を効率化し、即応性、機動性を重視して、編成、配置する部隊。総合近代化師団、旅団新たな脅威や多様な事態への対応から、将来の本格的な侵略事態の対処まで、あらゆる事態に対応し得るよう、総合的な能力を重視して、編成、配置する部隊。さらに、即応近代化師団には特に成形中枢型及び、離島型が、 総合近代歌詞団には気候型が設けられる。中期防衛力整備計画、2005年から2009年、編集2005年度以降の防衛計画の対抗に、基づき、中期防衛力整備計画が定められた。ここでは、陸上自衛隊の組織の見直しとして、陸上自衛隊については、戦車及び主要特化装備の縮減を図りつつ、即応性、 機動性等を一層向上させるため、5個の師団、1個の旅団及び2個の混成団について改編を実施し、このうち1個の師団及び2個の混成団は旅団に改編する。また、機動運用部隊や専門部隊を一元的に管理、運用する中央即応集団を新編するとされた。また、同時に、計画期間末の編成定数については、概ね16万1人程度。 常備自衛官定員については、おおむね15万2000人程度、即応予備自衛官員数については、おおむね8000人程度を目ドとする。なお、陸上自衛隊の常備自衛官の重足については、計画期間末において、おおむね14万6000人程度を目ドとするとされた。防衛省、陸上自衛隊航空機軍庫の中期、防衛力整備計画における、 装備品の主要な整備目標は次の通りである。戦車は四十九両、下方は三十八両、装甲車は百四両、戦闘ヘリコプターは七機、輸送ヘリコプターは十一機、中距離地対空誘導弾は八個中隊である。今まで対戦車ヘリコプターとして配備されていた R-1S コブラが退役する一方で、戦闘ヘリコプターとして R-64D アパッチロングボウが、 新たに収益することになっていたが、防衛省は2007年に R-64D の導入打ち切りを発表し、それまでの調達数は10機となった。現在、新たな後継攻撃ヘリコプターの採用計画が進展している。なお、この計画に基づき以下の部隊、機関について、新編、改編が実施された。中期防衛力整備計画、2011年から2015年。 編集、中期防衛力整備計画及び、中期防衛力整備計画も参照当初の、本計画の策定は2009年末に予定されて、いたが、同年8月30日に実施された第45回衆議院議員総選挙の、結果、自由民主党、公明党による、自公連立政権から鳩山幸男内閣へと、政権が交代する。これに伴い、 麻生内閣下で提出された2010年度予算編成の見直しが図られることとなり、次年度分の予算編成は防衛大綱と中規模の裏付けのない単年度予算で編成された。また、当初の概算要求に盛り込まれていた組織改変は先送りとなり、石破茂防衛大臣下で設立された防衛省改革会議も廃止となった。なお、 この民主党政権下で制定された中規模は2012年12月に発足した自由民主党第2次安倍内閣によって廃止され2013年12月17日に新たな対抗及び中規模が示された本中規模においては陸上総体司令部の新編特化戦車部隊の集約一元化及び水陸機動団の新編等 総体以来の大規模改変が行われた。中期防衛力整備計画2019年編集中期防衛力整備計画も参照陸上における国土の防衛を主任務とする。当初は冷戦体制のもと、主にソビエト連邦による大規模侵攻に備え、その際に国土内で内陸自給戦闘を行って当面持ちこたえ、アメリカ軍の来園を待ち共同で反抗。 撃退を行うことを想定していた。しかし1990年代以降、ソビエト連邦崩壊による北方脅威の減少によって、日本本土で大規模地上戦が起こる、可能性は減少したものの、中国の台頭による先島諸島等での島し部防衛、北朝鮮のテロリズム対処やゲリラの遊撃、また、阪神、淡路大震災以降に特に活発になった災害派遣、 海外派遣など、陸自の任務が一層増えており、北方重視であった、これまでの配備を見直して、全国的な変革が、現在も行われている。富士総合火力演習で射撃をする九十式、戦車日本は四方を海に囲まれた島国であり、海上交通路を封鎖されては、国家の存立も危うくなる。また、日本の防衛基本方針は、選手防衛であるために、 外国からの侵攻を受けた場合は、まず海上自衛隊、航空自衛隊が主体となって、洋上での戦闘を行うことが想定されている。そのため陸上自衛隊は、その後にある最終防衛力と位置づけられている。標語であるフィナールゴールキーパーオブディフェンスはこれを表している。一般に、先進国の国防において最も費用のかかるのが人件費であり、日本も、 例外ではなく、自衛隊全体の人件費だけで、防衛予算の45%を占める。そして、隊員を圧倒的に多く抱えるのが陸自であり、海自、空自を大きく引き離している。他方、陸海空の予算費は、概ね4、3、3でしかなく、このことから、陸自は予算の大半が人件費であることがわかる。装備の維持費等を差し引くと、 ますます装備の調達予算がないのが現状である。島国である日本にとっての現在の陸上自衛隊の存在は潜在防衛力であり、確固たる陸上部隊が存在することによる上陸進行の抑止を第一の任務としている。また災害派遣など人海戦術が必要な任務では大量動員が可能な陸時の普通化が主力となる。防衛任務のため正面装備として戦車、 装甲車などの陸上装備、ヘリコプターなどの航空機を保有しており、これらの装備は毎年8月に実施、一般公開される富士総合火力演習や各地の駐屯地裁などで公開されている。航空機は柔軟な運用が可能なヘリコプターが中心であるが、連絡偵察機として固定翼機も少数配備している。大型機を有していないため、長距離の移動や大量の物資輸送などは、 航空自衛隊の支援を必要とする。陸上自衛隊は、海空のような航空学生制度を持たず、入隊後に適正者を選抜する、陸層航空操縦学生を実施している。水上、水中装備として隠密性に優れた、ゴムボートや水中スクーターを配備しているが、輸送艦や教習揚陸艦はないため、長距離の海上輸送や大規模な上陸作戦では、 海上自衛隊の支援を必要とする。最近では南西諸島などの離島への進行に対する上陸進行の抑止任務が重要性を増しつつある。また、国内に潜伏する工作員によるゲリラコマンド攻撃、あるいはテロリズム等に対する抑止力として重視されつつある。日本が大規模テロや特殊部隊による攻撃などを受けた場合、防衛出動、または治安、 警護出動の命により陸上自衛隊が最優先で防護する重要防護施設が全国に135箇所指定されており各方面隊に担当施設が割り振られている。なお、対人地雷の使用、貯蔵、生産及び異常の禁止並びに廃棄に関する条約により2003年2月8日までに訓練用など一部を除く全ての対人地雷の廃棄を完了した。また、 2008年12月には、クラスター爆弾禁止条約に署名したことで、保有するクラスター爆弾を、新型爆弾の調達中止も含め全廃する。陸上自衛隊衛生化救急車、災害派遣及び自衛隊パキスタン派遣も、参照陸上自衛隊は、主に大規模災害に際し、救援活動に派遣される。自衛隊法において、主たる任務目的とはされていないが、 世界有数の災害発生国である日本で半世紀にわたる災害派遣を経験し、多くの有事対象を行ってきた。地震、台風、水害、雪害、火山活動など、多種多様な災害に出動している。2004年の新潟県中越地震では、孤立集落から多くの被災者をヘリコプターで救出したほか、新潟スタジアム前に野外水具を設置し、 毎食多数の被災者に食事を提供した。被災国から出動要請を受ける機会も増えており、スマトラ島沖地震やパキスタン地震の際にも緊急出動している。災害出動以外にも副次的な業務として、隠しマラソン大会や札幌雪祭りなどの民生協力にも力を入れている。また、外獣駆除に、領友会などとともに協力することもある。詳細は、 自衛隊海外派遣を参照、国連平和維持活動や紛争不幸、蒸気のような災害援助のために日本国外に派遣されることがある。PKO 協力法等によって自衛隊の海外派遣は一般的な任務となり、また国際連合要請以外にも自治立法による派遣が向上化しつつある。陸上部隊として海外派遣の中心を担うこととされている。 陸上自衛隊は大別して陸上幕僚幹部と大小様々な部隊を予備機関からなる。陸上幕僚幹部は防衛大臣の幕僚機関として防衛警備計画の立案や部隊等の管理運営を調整し大臣を補佐する。陸上総体司令官は防衛大臣の命を受け有事においては JTF 陸上部隊指揮官として2以上の方面隊を 統合運用する。師団、旅団配置。陸上自衛隊の師団統一欄も参照部隊とは十分な兵器を装備し、戦闘に従事するかまたはそれを支援する能力を有する組織を指し、戦略単位として、方面隊、作戦単位として、師団、旅団、戦術単位として、軍、連隊、隊、大隊といった部隊編成を有する。これらの部隊は、 それぞれに警備担任区域を有しており、平時の防衛警備を担任する、陸上自衛隊の有する戦略単位、作戦単位は下記の通りである、師団の標準的な編成図、旅団の標準的な編成図、普通科連隊の標準的な編成図、普通科小銃小隊の標準的な編成図、陸上自衛隊における部隊の単位は、 自衛隊法仕行例及び陸上自衛隊の部隊の組織及び編成に関する訓令等によって次のように規定されている。機関とは学校や病院等の部隊を維持運営するための業務を担う組織である。陸上自衛隊では職種別の学校や地域別の補給所等が置かれている。正しくは学校及び補給統制本部が防衛大臣直轄機関。 補給どころは、方面隊直轄の機関である。以下は三自衛隊共同の機関である。その他、陸海空自衛隊それぞれの機関として、捕虜収容所を臨時に設置できることを定めている。詳細は、職種を、参照詳細は、陸上自衛隊の装備品一覧を参照。ありがとうございます。